はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。カワイの US5X ね、 US6X とか 7X とか、ガラリと音色がね、チェンジしたカワイのね、イメージが変わった時代のピアノですね。でその125センチ型中型の譜面台が上についてるタイプですから、まああんまり大きすぎない方がいい、でも譜面台がグランドピアノみたいに上にある方がいいなっていう方には最適のピアノですね。素敵なピアノです。見てください。ちょっとほこりかぶってますけどね。はい、譜面台が上についた、ね、こっちが大型ですね。131センチですね。ですね、125センチです。だいぶ小さくなりますね。で、ここも 6X、7X と同じように垂直になってます。鍵盤は人工造形ですから、色がちょっと黄色っぽくなってます。これはもう、ご希望であれば、アクリルのね、白い鍵盤に貼り替えることもできますよ。はい、ペダルはね、3本ですね。はい、中を見てみましょう。US5X。2138537という製造番号ですね。中の状態を見てみましょう。ハンマーは普通に弾いてたぐらいですね。特に、おかしくなっているものではありません。こういうのがついてます。トーンエスケープね、トーンスプレッダー、前に音が抜けるように隙間がちょんと開くようにね、うまいことになってますね。はい、譜面台は上にこうね、ついてるタイプです。はい、音を聞いてみましょう。低音からいきます。おー、すごい。中型ですけどなりますね、これ。すごい、はっきりしてますね。 US のね、この 5X シリーズの中では結構キラキラ感のあるね、それでもってあんまりキンキンうるさくないというちょうどいいぐらいですね。バランスのいい、ぐらいの響きですよね。スカーンと音が伸びますから、これはいいですよ、これね。US の 5X、中型ですけどよくなります。ガンガンとね、弾いていただけますし、優しい音もね、もちろん出せますのでね、音色の調整は後で何とでも調整できますから、その辺は調律師はもうプロですからおっしゃってください。とてもいいピアノです。 US5X のご紹介でした。それではさようなら。